ここで全部を抑えようとしなくていいんですよ。半分以上がインテリアになってるわけですね。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、ギターの F コードというのを教えていきたいと思います。これね、ギター初心者の半分以上の人がこれで挫折するんですよ。挫折っていう言葉もこれで覚えたぐらいみんな挫折するんですよ。で、今の曲ってほとんどこの制覇、これ使うんですよ。例えば香水もさっきね弾いたけど、まだ出てこない。で、前奏は弾けるんだけど、夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE、 君とはもう3年くらいで出てくるでしょ。こうやってこれが出てきちゃうと、もうはい弾けない。今流行りのディッシュもそうだよね。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、すぐ出てくるんですよこのコードがね。だからこれ弾けなくてやめちゃうとなると、全国全世界で供給しているこのギターの半分以上がインテリアになってるわけですね。とても嘆かわしいということで、僕はそれを阻止するために今日はこの動画を作りました。なので、ギターを始めてる人、今家にある人で、 F が聴けないからやめた人とかね、今から始めようと思ってる人全員に聴いてほしい。 F っていうのは全然難しくない。一つ言えるのは、アコースティックギターはエレキギターよりも力が必要なので、こっちから始めちゃうと F コードでつまずいてやめる人多いと思います。エレキはね、もっと簡単に抑えられるんですよ。柔らかいし、電気なんで。だからこれ生音になるとどうしてもこう抑えられない、指がつる、力が入らないってなっちゃうんですけど、僕ね、実はね、今ね、指怪我してて、こっちほとんど曲がんないんですよ今。 C とかもちょっと弾けない状態なんですね。まあ怪我っていうか、まあちょっと病気みたいなやつで痛風って言うんですけど、で、曲がんないんですけど、そんな痛みに耐えながらも弾けないことはないぐらい、別に F は難しくないです。じゃあちょっと見せていきますね。F コードっていうのは、このバレーコードって言われるこの1本で全部押さえて、さらにこのこっちで押さえるんですけど、この3本の指でね。これ要するに、これ F なんですよ。1カポの E は F ですよね。ここで押さえてないんで、僕今。で、こっちは要はもう1個自分で作って、ここに E を作って、ここが制覇っていうだけのことなんですよ。だから要するに、ここで全部押さえようとしなくていいんですよ。まあ、こっちで押さえるって3本だけなんですよ、実は。一番上と下2本。ここをしっかり押さえれば、あとはこの3本の指、こう作ったこっちで。ね、全然難しくないでしょ。なので、全然諦めなくていいです。やっぱりね、その今の流行りの曲ってどうしてもその出てくるものが多いんで、まずはもう弾きたい曲を決める。決めてその曲ができるようになるまで頑張る。僕が初めて弾いた曲はゆずの曲だったんですけど、それもすぐ F が出てきたんですよ。だからそれを乗り越えてしまえば、逆に言うとどんな曲でも弾けるんで、そこをね、挫折せずに諦めてほしいです。諦めないでほしいですね。はい。だから今ちょうどコロナでね、ステイホームだなんだって言われてますけど、こういう楽器をやる時間がある人はぜひね、やってみてください。世界も広がるし、音楽って世界で本当に通用するんで、今ね、アフリカで日本の音楽がすごい流行ってるって知ってます？ J-POP、 黒人の人たちがすごい上手に歌うんですよ。だ、それぐらい音楽とか楽器って国を選ばないので、これを持っていかなくても、あっちの国に必ずギターとかあるから、それ持ってちょっと弾いてあげれば、おーおーってなるんですよ。ぜひこの動画を参考にして、自分で弾いた曲を YouTube にアップするなり、友達に聴かせるとか、ライブ配信するとかしてみていただければと思います。全然話変わるんで、ちょっと余談なんですけど、僕ね、この YouTube 公式のこれもらったんですよ。イヤホンケースのこの僕の名前とね、 YouTuber とか書いてあるやつ、いいでしょ。これ真に認められた YouTuber だけがもらえるイヤホンケースです。欲しい人はね、僕に言ってください。お金は払ってもらいますけども。なんでね、興味がある人はちょっと私に聞いてみてください。どうやって作ったのとかね、教えますんで。はい、というわけで、またね、次回の動画でお会いできればと思いますので、参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。動画を最後まで見ていただきましてありがとうございます。もしよければ、
高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。